アーサー・コールマン担当は、アメリカ合衆国の美術評論家、哲学者。長年、ザネーション氏で影響力のある、美術評論を連載していたことで知られる。また、哲学的美学、歴史哲学での仕事が広く知られている。好異論など他の多くの分野でも業績がある。著述で扱ったテーマは次の通り。思考、感情、アートの哲学、表彰論。 哲学的心理学、ヘーゲルの美学、ニーチェとショーペンハウアーの哲学。担当は1924年1月1日、ミシガン州アナーバーに生まれ、デトロイトで育った。2年の軍隊経験を経て、ウェイン大学で美術と歴史を学ぶ。卒業後コロンビア大学の大学院へ進み、哲学を学んだ。1949年から1950年にかけて、 フルブライト小学生としてパリに留学し、モーリス・メル・ロポンティの下で学んだ。1951年、コロンビア大学で教えるため帰国した。1992年、コロンビア大学哲学科のジョンソニアン名誉教授となった。乱闘は、アートを制度的に定義づける、極めて重要な著述を発表し、新しい現象としての20世紀のアートが突きつける。 問題に対して答えようと試みた。アートという言葉の定義については常に議論が絶えず、多くの著作、論文がアートとは何かという問いに回答を与えようとしてきた。定義は二つのカテゴリーに分けることができる。一つは慣習的な定義、もう一つは非慣習的な定義である。非慣習的な定義は美的なものという概念を、 内在的性質と捉え、アートという現象を説明しようとする。慣習的な定義は、美的なものを形式的、表質的な性質と同一視して、アートの本質を定義しようとはしない。その代わりに、アートは、基本的に、制度的、歴史的なものであるという意味で、社会学的なカテゴリーであると主張するのである。アートの定義問題について、断頭は、 慣習的なアプローチをとっている。彼が主張するアートの制度的定義においては、形式的定義は重要視されず、アートに関わるあらゆるもの、例えば美術大学、美術館、アーティストなどすべてが考察される。断頭はこのテーマについて、最近の論文で扱っており、著作、ありふれたものの変容で詳細な議論を展開している。1964年に、 アートワールドという題名の論文を発表した。この論文で、ダントーは理論的な雰囲気が作品の見方を変えてしまうことを問題にした。ダントーはアートワールドという概念を生み出した。これは文化的コンテクストもしくはアートに関する言説を取り巻く雰囲気を指す言葉である。論文は最初、1964年の ジャーナル・オブ・フィロソフィー誌に掲載され、その後、多くの発行物に再録されることになった。この論文は、哲学的美学に、多大なる影響を与えた。哲学教授のスティーブン・デイビッドロスによると、とりわけ、ジョージ・ディッキーの考案したアートの制度理論への影響が見られるという。ディッキーは、アート作品を、ある特定の社会制度を代表する任意の人もしくは、 人々が干渉する候補という地位を与えられた人工物だと定義する。スタンフォード哲学百科事典は断頭の定義を次のようにまとめている。ある対象が後であるための必要を十分条件とは、一つのテーマを持つ、ある態度、観点を投影しているレトリック的な省略がなされており、それにより干渉者は欠如した部分を埋めようと、 促される当該の作品とそれについての解釈が美術史的コンテクストを要求する。この条件がこの定義を制度的なものにする要素である。しかし、この定義に対してはレトリックを多用した美術評論もアートになってしまうこと、ある文脈を美術史的とするものは何なのかについてまとまった説明がなされていないのに、 それを要求していること、そして音楽にはこの定義が当てはまらないという批判があるとする。アートという言葉の基本的な意味は数世紀の時の中で何度も変化してきた。そして20世紀においてもまたその意味は進化し続けている。乱闘は美術史を記述する際、ヘーゲルの弁償法的な美術史観を現代版にアレンジして採用している。 断頭は、今や誰もアートを制作していない、と述べているわけでもなければ、良質のアートがもはや作られなくなった、とも言っていない。断頭の主張とは、ある種の西洋美術史は、ヘーゲルが予測したような仕方で終焉を迎えた、ということなのである。アートの終焉が意味するもの、それは、アートにとっての近代が幕を開けたということだ。 芸術は模倣であるというかつての制約が取り払われ、アートは新しい目的を得たのである。アートは最初、模倣の時代から始まり、その次に、イデオロギーの時代、そして最後に、何でもありのポスト歴史時代が到来した。我々の物語では、最初は、未ーシスだけがアートであった。次の時代では、アートの種類は増えたが、それぞれのアートが、 競争相手を打ち負かそうとするようになった。最後の時代では、もはや様式的、哲学的な制約が何もなくなってしまったように、思われる。アート作品がこうあらねばならない、という特別な方は、何もないのである。これが現在であり、これは強調すべき点だが、現在こそが、西洋美術史を支配する、大きな物語の最後の瞬間なのだ。 この物語は終わりを迎えたのである。アーサー・ダントーは美術評論家としてザ・ネーション誌での連載を1984年から2009年まで続けた。また、その他の雑誌にも評論を数多く寄稿した。加えてザ・ジャーナル・オブ・フィロソフィー誌の編者ネイキッド・パンチ・レビュー誌とアート・フォレム誌の編著者を務めた。 美術評論文をまとめたものがいくつか出版されており、それは次の通りである。Encounters and Reflections, Art in the Historical Present, Beyond the Brillo Box, The Visual Arts in Post, Historical Perspective, Playing with the Edge.The Photographic Achievement of Robert Mapple Soap, The Madonna of the Future, Essays in A, Pluralistic. アートワールド、アンナチュラルワンダーズ、エッセイズフロムザギャップビトウィーン、アートライフ。1996年、ダントーは、大学美術協会から、フランク・ジュエット・マザー賞を受賞した。ダントーは、ヒューマニスト・マニフェストの署名者の一人である。アーサー・ダントーは、2013年10月25日に、ニューヨーク・シマウンハッタンで亡くなった。去年89歳。 団頭は哲学とアートについて多くの本を書いた。大陸哲学を英米哲学の観点から整理した仕事も多い。団頭の著作には次のものがある。ありがとうございます。